これはイスミ白秋のことを知るいい機会かもしれない。もう少しアーシャから情報を引き出してみよう。何かの病気なんですか？病気といえば病気なのでしょう。ですがお医者様のお話では原因は不明ですし、対処のしようもないと。でもそういうものもありますからね。でも吐血なんて普通じゃありませんよね。よくあることなんですか？いえ、吐血は初めてですわ。吐血は初めて。え、あ、そうなんですか。それにしては突き払ってるな。いつそうなってもおかしくなかったから覚悟はできていた？それも違う気がする。じゃあ慣れない環境で病気が悪化したんでしょうか？やはりそうなのでしょうか。だとしたら白秋様のことは分かりました。できれば私と一緒にお待ちいただけませんか？一人でただ待つだなんて心細くて。相変わらず赤い文字が来ますね。また嘘か。思ったよりも着物を座ったやつか。あるいは別の理由があるのか。何せよこれ以上この3人に付き合ってる時間はない。待つと言ってもすぐにイスミさんの体が良くなるとも思えません。それに俺にはまだやることがあるので、ごめんなさい。そうだね、もしかしたら感謝の方もいけるかもしれませんからね。アミンでも聞いてておくれ。一条様、そんなことをおっしゃらないでください。一日中一緒にいてほしいなどとわがままを言うつもりはございません。1時間、いえたったの数分の時間もないのでしょうか？そう言われても。それほどまでにお忙しいだなんて、一条様は一体何をされているのでしょうか？これ以上ごまかしてもおかしな邪推をされるだけか。いや、この場合は邪推ではなく真実だったが。わかりました。それなら少しだけ。下手に詮索されるよりも数分か数十分だけ付き合う方がまだいいだろう。ですね、そう言われちゃうとね。ありがとうございます、一条様。いえ、それならもう少し話をしましょうか。そこのソファーを借りていいですか？イスミン白秋と双子についてもう少し情報を集めようと開き直ってそう聞いてみたが。それならレストランに参りましょう。レストラン？お腹でも空いているんですか？それともまだ諦めていないんですか？いいえ、気分転換も兼ねて外に出たいと思っておりますの。気分転換ですか？気分転換か。アーシャの笑顔を見ているととっくに気分は切り替わってるようにも思える。それどころか今はもうイスミ白秋に対して心配する気配すら感じられなかった。レストランにはきっと任長寺様もいらっしゃいますし。まあ、定位置ですからね。彼の任長寺一世、どうしてここであの男の名前が出るんだ。まあ確かに気になるよね。彼がどうかしたんですか？手料理を食べたい。こんな状況なのです。任長寺様のような頼りになる方にもお話を聞いていただければと。それだけですわ。頼りになる？話を聞いてもらう？またタデノミヤアーシャという人間がわからなくなった。ああ、一条様が頼りないと申し上げているわけではございませんの。一条様も素晴らしい方ですわ。よかったです。真っ赤だったらどうしようと思いました。いえ、それは別に気にしていませんが。それでは参りましょう。わかりました。もう少しだけ付き合ってみるか。ということはアーシャイベントはまだ続きそうですかね。アーシャの返信の速さも気にかかる。さあ外へ。ドアの外に出ると
アーシェはふと思いついたように付け加えた。そうだ、一条様、せっかくですから他の方もお呼びしたらどうでしょうか。他の方も？他の方って？例えば、あやら伊月様などはいかがですか？一番1、2を争うレベルで違うんじゃないかっていう名前が出てきたんだけど。呼んでも来るとは思いませんけど。残念ですが、一条様のおっしゃる通りかもしれませんわね。ただの思いつきだったのか、たとえ嘘が見えなかったとしても残念だったとは到底思えないような軽い口調で彼女はそう言った。それでは。イズくんはね、廊下が好きだから多分来ないと思うよ。あれ？今一瞬カーシャ映ったよね。今のはカーシャか。別の場所に向かったと思っていたが、こっちも随分話し込んでいたから、その間に移動していたんだろう。それにしても。今のは、カーシャさんですね。手に何か持っていたみたいですが。シーツ。え？シーツを持っていましたわ。あれで何をするつもりなんでしょう。シーツを持っていた？さあ、俺にはわかりません。今度は心ここにあらずといった感じだ。だがこっちの方が俺の知っている立野宮アーシャの姿に近かった。一条様、申し訳ございませんが。次に彼女が何を言うのかは想像できた。あるいは彼女の性格ならアーシャの名前までは言わないかもしれないが。すみません、急ぎの用事があるのを忘れていました。申し訳ありませんが、これで失礼します。アーシャは俺の言葉など聞いていないようで、カーシャが立ち去ったエレベーターの方向を睨みつけていた。では。それだけ言い残してその場を立ち去る。ここまでって感じかな。少し時間を潰して戻ってきた時にはアーシャの姿はなかった。イスミ白秋と離れている場合に限り、この双子の扱い方は理解できたように思える。まあそれだけでも収穫ですよね。時々不快な行動を取ることもあったが、イスミ白秋か双子の片割りに対する執着は何よりも強い。さてさて、今頃はアーシャとカーシャの間で何か起こっているかもしれないが、そっちはアリスが何とかするだろう。言われたことはこなしたし、言っても無駄どころか巻き込まれて迷惑をかけられるだけだ。あの3人は泉白秋が戻ってから対処することにして、俺は別の場所へ向かおう。ということはカーシャは見られない？カーシャなさそうですね。どうしようかな。ロビー、伊月、廊下、一世。って感じですね。これね、名前ないのってなんだろうなっていうのを思うんですけどね。なんでしょうね。でもやっぱ誰かいるところがいいよね。しおりさん行こうか。お二方が定位置ではないので。余った時間でホテル内をぶらつく。ふと景色が見たくなって展望ラウンジに立ち寄ってみることにした。あそこにいるのは。今日はメガネをしていない。偶然ですね、ユリザノさん。誰？一条かなめです。そう。ちょっと外の様子でも見ようかと。わかった。返事はそれだけで会話が終わる。別に今は用事があって話しかけたわけでもない。かといってこのまま立ち去っては印象も悪いかもしれないな。景色を見に来たと言ってしまったからには少しはそうする素振りも見せておく。おお、綺麗だ。二つの点に目をつぶればいい景色だった。ほんのわずかな時間、疲れと復讐を忘れられるくらいには。崩れかけた街並みと、
化け物さえいなければそんな気分に浸れたかもしれないですね。気づくとリゾの処理の姿は消えていた。行ってしまったかな。時間も潰せたし気にする必要もないだろう。さてさて、待って、何にもって感じだったね。これ定位置じゃなくても二人んとこ行くべきだったか。もう今日はこれくらいにしておこう。今日も一日が終わった。お疲れ様、カナメ。今日はどうだった？食事はすでに済ませている。今日もいろいろなことがあった。いちかと話していると改めてそう思う。こうして脳裏といちかと穏やかな時間を過ごしていると、その対比のせいか余計にそう感じてしまう。これは必要な儀式だった。この非現実的世界における唯一の日常で、それがあるから気持ちを落ち着けられるですね。それは何より強いよね。そんな些細な心の拠り所に安心しながら部屋へ戻った。さあ、ということで早くも前日になってしまいました。いやー、どんどんサイクルが早く感じるようになってしまってますね。まあ人数がいなくなってるからかもしれないけど、いつもの朝、いつもの光景。行ってきます。行ってきます。いつもの行ってきます。行ってらっしゃい。いつもの行ってらっしゃい。俺たちは繰り返しこの異常な日常を営んでいる。そこにもほんの少しの変化が訪れていた。いちかの後ろにそっと脳裏が立っている。どうしたの脳裏？きっと要を送るためにここまで来たんだよ。俺を？いつも私がドアまで送るから、それで覚えたんじゃないかな。なるほどね。そっか。改めて脳裏に向き直る。じゃあ行ってきます、脳裏。きちんと伝わっているとも思えなかったけど、それでもいい。行ってきます。誰にいともなくもう一度つぶやいた。さあ、ということで一箇所ですね。しほりさんだ。行きましょうか。あ、かなめ。あれ、いちかちゃん。いちか、どこか行くの？ああ、ユリザのしほりに会いに行くところ。一人で？そのつもりではあったけど。一緒に来る？邪魔じゃなければ。邪魔にはならないよ。ああいう変わった人だから、いちかがいてくれると助かる。まあでしょうね。完全にしほりさんペースだからね、会話すると。じゃあ行く。あ、でも脳裏はどうしよう。部屋に残しておいて大丈夫かな？脳裏ちゃんは散歩に出たみたい。カードキーの使い方も覚えたみたいで、ちゃんと持って行ってたよ。なるほど。ってことは脳裏ちゃん一人で行動してる？大丈夫かな？まあ、大丈夫かな。記憶がないからこそなのかもしれないが、脳裏は覚えが早い。知識の吸収の早い子供のようなものなのか。まあホテルかテーマパークの中なら、危険があればアリスが何とかするだろうし、大丈夫かな。まあそこはアリスに任せればいいのかな。それでユリゾのしほりはいつもどこに？あの人はクイズとかカードには興味がなさそうだし、いつものように展望ラウンジにいるんじゃないかな。行ってみよう。行ってみよう。展望ラウンジへ。予想通り彼女はいつもの場所にいた。本当にいた。でもあの人の目的は？どうしてこんな場所にいつもいるの？しほりはこちらにはまだ気づいておらず、距離もある。それが本当にわからないんだ。一人で何回か会ってみたけど、
どういう人なのかもつかめていない。未だにミステリアスっていうか、なんというかですよね。普通は数回会えば大体の人となりは少なからずわかるものだったけど、彼女の場合は違う。だからこそ一花がいることで何か変化が起こるかもしれないという期待はあった。こんにちは、ユリサノさん。誰？相変わらずそのスタートなんですね。一条です。奉仕です。二人？ええ、今日は一花も一緒に少しお話できたらと思って。話？もう選挙も3回終わって人も減ってきました。記憶がないから実感がないかもしれませんが。実感？ええ、俺たちがやってきたことの。それを聞くために今日は来たの？それだけじゃありませんが、どう考えているのかとか、これからどうするのかとか、いろいろ話せたらと思って。あなたはどう考えてるの？またいつもの流れだ。意見を交換するような話題でも必ず彼女は先にこちらに聞いてくる。何も考えていないだけという可能性も考えられるが、意図して会話を誘導しているとしたら相当な強者ですよね。以前話した通りです。考えは変わりません。あなたも変わりはありませんか？この前はなんて答えたっけ？どうでもいいと言っていました。じゃあそれ。隣の一花が眉を潜める。考えは変わっていないということですね。そう。選挙のことなんてどうでもいいんですか？いい加減な答えに苛立つ気持ちは俺にもあるが、繰り返しになるため一花にも抑えるように視線を送る。一花もこちらを見て一度軽くうなずく。わかりました。では次に選挙で殺されるのはあなたの番になりそうですね。攻めたね、カノメ君。当然嘘だった。本当に死を恐れてなどないのか。そうだとしたら殺すのが楽だと喜ぶべきなのかもしれない。それ何でしょうか？とてもいい気分。いい気分？死ぬかもしれないことが。でもやっぱり。しおりは俺の質問を無視して一花に視線を向けた。あなた死ぬのが怖くないんですか？そうね、怖くない。じゃあ死にたいんですか？似たような問答を確か彼女とした記憶がある。ありましたよね、確か。あの時の答えは何だった？死にたくはない、多分。そうでしたね。多分。一花が一瞬俺の顔を見つめた。これは虚勢でも嘘でもましてや出来の悪い冗談でもない。そう、多分。多分。あの時と同じ答え。次に俺が聞いたのは死にたくない理由。答えは聞かずに終わったはずだった。どうして死にたくないの？今とてもいい気分なの。理由は？しおりの視線がまっすぐこちらに向かう。今まで見たことのない彼女の笑顔に恐怖を感じた。女性から好意を向けられた経験がないわけでもない。だがこれは違う。声ににじみ出る色からも確信できる。あなたは危険だと思う。え、なにこの展開。それ何？答えて。どうするの？このまま殺してあげましょうか？止めせた方がいい。いちか、この目やめておこう。アリスが来る前に。わかった。
いつかは鎖を握る手を緩めて、彼女のそばから離れる。俺の真横の定位置につくと一言も話さず、じっと勝利を睨みつけた。あなたが何を考えているのか、よくわかりませんが。しおりはいつかが離れた後もその場で動かず、ただ笑顔を浮かべて立っていた。これ以上は質問をしても無駄なようなので、これで失礼します。殺してあげましょうか。殺してあげましょうか。めっちゃ復唱してるんだけど。俺たちに言ってるのか？やめておいた方がいいですよ。違う。違う？なら今のはさっきのいちかの言葉か？やっと分かった気がする。何のことですか？それ殺意だったんだ。それ？ありがとう。話が通じない。行こう、いちか。うん。背中越しに何度か聞いたことのあるおなじみのセリフが聞こえた。待ってる。今のは何だったんだ。でも場合によっては相当まずい状況になるかもしれないですよね。今の全部本気なの？嘘、少なくともなかった。あの人は危険だと思う。あ、分かってる。どうするの？これ以上関わるのはやめておこう。多分選挙の障害にはならない。本当にそう思う？少なくとも今はね。それにもう立候補は済ませてるし、次の相手も決まってるから。分かった。全部要に任せる。じゃあ約束、あの女には関わらないこと。要がそう言うなら約束する。よし、気持ちを切り替えよう。俺はもう少し見て回るから、いちかは先に戻ってて。ノーリが戻ってきたら一緒にいてほしいし。わかった。じゃあノーリちゃんの部屋で待ってる。お願いします。いちかが立ち去ったのを確認して外に出る。あの男に確認しなければならない。またしても一択ですね。固定イベントみたいな感じですかね。一星さん行きましょう。こんなところにいたのか。あれ、ノーリちゃんだ。ノーリは行儀よくテーブルについて何か食事をしている最中だった。ああ、一条くん。こんにちは、忍者おじさん。ノーリが食べているのは？ちょうど料理が出来上がったところに彼女が来てね。食べるか聞いたら席に座ったから。相変わらず素晴らしいタイミングですね。お腹空いてたんですかね。勝手に食べさせてしまったけど、まずかったかな？あ、いえ、大丈夫です。こちらこそすみません。何の約束もしてなかったのに。材料だけは余るほどあるし、いつも多めに作っているから大丈夫だよ。それならいいんですが。一緒にどうかな？ちょうどこの前君が食べ損なった料理があるんだけど。この前食べ損なった料理というと、あの肉料理か。あの感覚は、音は何だったのか、ただの偶然か、それとも。いえ、まだお腹は空いていないので遠慮しておきます。そう？じゃあまたの機会にでも。ええ、次はぜひ。じゃあ僕は自分の分でも取ってくるよ。ノーリのことありがとうございました。いつでもどうぞとノーリさんに伝えておいて。はい。いや、ありがとうございますだね。忍長寺一世が奥へ入っていくのと同時に、ノーリがフォークをテーブルの上に置いた。もう食べ終わった。出すときに切ってもらっていたのか、ナイフはテーブルのどこにもない。多分切ってもらったんだろうね。料理に関しては真摯な面があり、その点は信頼できそうだ。ご
ごちそうさまは。答えることはないと分かっていてもつい言ってしまう。もう何年も前にミサにそうしてあげたように。ミサちゃん、ちいさま、え、小さな、本当に小さな声でごちそうさまという声が聞こえた。声はミサには似ていなかった。そうか。ただ声に混ざる淡い色は妹の色によく似ていた。滑らかなクリームのような甘い匂いの漂ってきそうな、そんな声。すっかり保護者みたいだね。そうですね。なぜか放っておけなくて。君には弟か妹でもいるのかな。いえ。